はいどうも、ラノベ YouTuber のゆきともです。今週2作品目のアニメ化決定情報が出てきました。角川スニーカー文庫のママ母の連れ子が元カノだったが、アニメ化企画進行中ということで、いや、これめちゃめちゃ嬉しいですね。ここ最近のラブコメ作品の中でも、このシリーズね、特に好きなシリーズなんですよね。まあね、アニメ化はもういつか来るだろうというか、まあこれ来なかったら何アニメ化すんだよっていうぐらい、非常にね、面白い作品なので、アニメ化ね、決まったのは非常に嬉しいですね。まあね、この情報が公開される、まあ2日くらい前に、7月21日に何かしら重要な情報を出しますよっていう風に、告知されていたので、まあさすがにこれで来るだろうと思っていましたね。まあむしろね、このタイミングで発表しなくて、まあいつするんだよっていう感じだったんで、ようやく安心できたかなっていうとこですね。まあ本シリーズは家庭内ラブコメ作品ということで、もともとカップルだった主人公とヒロインが破局してしまった後に、両親の再婚で義理の兄弟になって始まる作品になっています。まあここ最近のラブコメの、まあ家庭内ラブコメというか、元カノ設定があるラブコメの火付け役的なシリーズですよね。まあこの作品がそこら辺のジャンルをかなり牽引しているんじゃないかなと思っています。まあそれにね、この作品がアニメ化決定したことで、まあついにね、ラノベ原作アニメのラブコメのターンが本当に本格的になってきそうな気がするんですよね。まあ今はね、まだ異世界転生系のアニメ化がね、結構多いんですけど、まあ今ラノベ原作の方はもう本当にね、ラブコメの勢いがものすごいことになっているので、これがね、アニメの方にも波及していくんじゃないかなと思います。まあママ母の方はね、まだアニメ化企画進行中ってことなので、まあ早くても来年の後半ぐらいにアニメ化するんじゃないかなとは思うんですけど、まあアニメでやるならね、ぜひ4巻までアニメで見たいですね。本当にね、僕、このママ母の連れ子が元カノだったっていう作品が、もう特に好きになったのは、この4巻からなので、アニメでやるなら、ぜひこの4巻までやって、まあ、ただね、4巻も別に区切りがいい話ではないんですけど、まあ、4巻ラストシーンまでやって、俺たちの戦いはこれからだ、みたいな感じで、まあ、ワンクール目を終えるぐらいでもいいんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、アニメ化はここまで見たいかなっていうところですね。まあ正直ね、アニメ見れるのまだまだ先なので、まあどうなるかわからないんですけど、まあぜひね、原作を読み始めようって思ってる人は、もうこの4巻までは一気に読んでほしいですね。で、最新第7巻が7月30日発売ということで、まあ関数的にはまあまああるんですけど、結構こう、引きの強い物語になっているので、もう一回読み始めたら、どんどん続きを見たくなると思いますね。まあそれにしてもね、角川スニーカー文庫は、まあ今週ね、この素晴らしい世界に祝福をのアニメ化ね、新アニメ化が決定したっていう情報も発表されていますし、なんかね、急にアニメ化決定情報がバンバン出るようになりましたね。まあ、角川スニーカー文庫原作だと、夏アニメにね、髭を剃るそして女子高生を拾うとか、スーパーカブとか、結構アニメ放送してたんですけど、まあ、その後に、次何アニメ化するんだろうっていう風に思っていたんですけど、まあ、ここら辺ね、一気にこのそばと、ママ母の連れ子がね、アニメ化決定したっていうことで、なんかもうだいぶね、アニメ化する玉がなくなってきたんじゃないかなっていう気もちょっとするんですよね。まあ、そんな中で、7月22日の19時に、時々ボソッとロシア語で出る隣のアーラさんの重大発表があるということで、なんか角川スニーカー文庫が畳みかけるように新情報を発表してくるみたいなんですよね。まあ、この動画が公開されているのが7月22日の一応午前中から、まあ、夕方にかけてアップしようと思ってるんで、まあここら辺のね、重大発表が何かっていうのはまだちょっとわからないんですけど、いや一体何が来るんですかね。なんかね、ラノベ史上類を見ない取り組みみたいなことをね、軽く匂わせていたので、まあここら辺もちょっと気になりますね。まあね、角川スニーカー文庫は、ここでね、畳みかけるように、新情報を発表してきますので、ここら辺も結構楽しみですね。まあということでね、今回はちょっと速報という形で、ママ母の連れ子が元カノだったのアニメ化決定情報をお届けしました。まあ新しい情報が出てくるのは、まあしばらく先になると思いますので、またね、新情報出てきましたら動画にして紹介していこうと思っています。それでは今回の動画はここまで。また次の動画で会いましょう。さよなら。